ったのかな、みんな。鳥羽小学校の子たちが作ったんですね、これ。かわいい。もう、こっちも、こっちにもあります。ここは、安楽島ですかね。かわいい。すごい。おもてなしされてます。すごい。ワクワクします。いや、癒されました。さて、鳥羽マリンターミナルに行きます。花を飾ってもらっています。心遣いがとっても嬉しいですね。で、姿見があって、ここにお勉強できるスペースがあって嬉しいです。ミネラルウォーターもサービスでいただきました。何日かお世話になります。はい、今からですね、ロンク食堂さんに行って行ってみます。ホテルから一番近い飲食店ということで、この細い道を歩いていくみたいです。ドキドキします。あの提灯にロンクって書いてありますね。入ってみましょう。2日目です。なんとお花を交換してもらいました。毎日癒されます。